阪神、またもやあれしてしまう。1月7日日曜日放送の読売テレビ系超プロ野球ウルトラに阪神の村上頌樹投手25と森下翔太外野手23が参加した。村上は右国間と10枚を狙うターゲットピッチに挑戦。会場のパーフェクト予想では村上が1番人気に。村上ならパーフェクトいけそう。早速村上目立ってるやん。村上がラスボスみたいになってるんやな。やっぱ大阪やな。村上声援多い。最後に登場した村上は7枚に終わるも、後輩の森下が後のバッティング対決とリレーで大活躍し、阪神のアレに貢献した。あれ、そらそうよ。また優勝してしまったか。森下翔太さんが足を引っ張ったので全体のカバーをしました。森下のダメだし。森下っていつも村上にタメ口。この2人ええコンビやな。森下の肝っ玉というか陽キャ感というかめちゃくちゃ好き。村上がいろんな人に好かれてるのが分かって良い。なんとら速報はこれからも阪神タイガースの動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。